民度が悪すぎる FPS トップ5。第5位、タルコフ。これは FPS の中で一番民度がマシだと思いますね。そういう意味でのランクインです。やはり難易度が高いゲーム性がゆえに、僕みたいなアラスコとしか考えてないエフランチンパンジーには、始めるにはとても難易度が高いです。ただやっぱガンマネアが多いので、銃をバカにすれば、その人はもう命はないですね。第4位、バロラント。いや、もちろんやばいやつもいる。いるんだけれども、やはり味方と連携を取らないと絶対に勝てないというゲーム性がゆえに、比較的人とコミュニケーションを取れる人が多いというイメージですね。FPS においては人とコミュニケーションを取れるだけで、ハラマルです。第3位、エイペックス。これもやばいやつ多いですね。コンバータやらチートを SNS で宣伝するレイリーみたいなやつが多数いますが、それでも人口が100兆人ぐらいいるんで、まあ人の多さでこう無理やりカバーしてるみたいな、そういう感じですね。第2位、オーバーウォッチ2。オーバーウォッチといえばゲーム性よりも民度の悪さが先にイメージとして出てきますね。まあこれ僕のフレンド曰く、ゲーム内 PC でよろしくお願いしますって言ってるだけで外国人からもうゴリゴリの人種差別されたらしい。第1位、コールオブデューティー。これはぶっちぎりの堂々たる1位ですね。人と会話はまずできません。そして法律が適用されないので、チートに暴言に猫くんも何でも OK です。この FPS をやってる人はこんな人だ。 Apex Legends、 もうこれやりもくやね。 Apex のゲーム性だけを純粋に楽しんでる人は多分日本列島どこ探してもおらん。で、あと常にハッシュタグ Apex 女子で最新のツイートを漁ってるね。時間が経ってるツイートは必ず先客がいるから、いいね0とか1とかの Apex 女子を狙うよね。で、あとはバチバチのランク差別があるね。ブロンズの人とかがゲーム内 VC で味方に指示すると赤バンされるらしい。バトルフィールド、もうこれこだわり強い人だね。もうめちゃめちゃ自我が強い。オワコンオワコン言われすぎて、オワコンって言われないと逆に不安になるらしい。でも現実世界で、あ、俺バトルフィールドやってるよって言ってる人見たことないんで、多分あそこのサーバーにいる人たち多分全員ボットなんじゃないかっていう説が都市伝説としてはあるね。コールオブデューティー、もうこれキモいね。現実でこう何らかの問題を起こして、こう社会からフェードアウトしていった人たちが集う FPS。 もうとにかく短気な人しかいない。もう拾った武器の弾が少なかっただけでクソ切れるね。童貞、ニート、ソチン、エフラン、実家住み、バカ、アホ、うんこね。俺のことやね、これね。この FPS をやってる人はこんな人だ。一つ目、荒野行動。これは完全にやりもくだね。荒野は FPS じゃなくて TPS だろ、2期が出てくると思うんだけど、まあ一応荒野にも FPS 視点みたいなのはあるんで、まあ一応入れておきました。まあ荒野はね、ちょっとやりもく以外でやる人って、なんかスシローでなんかラーメンだけ食って帰る人ぐらいね、意味わかんないですよね。もう本当にもう頭の中に金玉詰まってる人と、もう頭の中に金玉詰まってる人しかおらん。で、あと荒野行動実況者は朝飯感覚で未成年とオフパコするレインボーシックス CG。これもなかなか民度悪いよね。これちょっと個人的な話なんだけど、僕の動画のコメント欄で、こいつなんかゲーム愛のないメルトンで草って書かれてから、ちょっと CG 嫌いになりましたね。でも昔からやってて未だに CG 残ってる人って、一周回って落ち着いてるイメージがありますね。外役とかに飽きて純粋に遊んでたら、おう、CG って楽しいじゃんってようやく気づいて、こうなんかまだ残ってるみたいな感じ。コールオブデューティー、これキモいですね。僕含め COD 民は偏差値バトルフィードなんで、会話は不可能。もうチャットで中国人がチートの宣伝をしてても、何にも思わないぐらいには感覚がぶっ壊れてます。 FPS 史上最悪のコラボで大炎上。皆さんは COD と Apex だったらどちらを普段遊んでいますか？もちろんCOD ですよね。ということで、隣の畑である焼け野原 APEX がとある事件で炎上を起こしたことについて晒し上げます。皆さんご存知 APEX が超有名なゲームファイナルファンタジーとのコラボを果たしました。ですが、そのコラボで登場したスキンがあまりにもひどすぎるということで、 COD を裏切ってのこのこ生きてる APEX 民が大激怒しました。元となったキャラクターはファイナルファンタジーのエアリスという女の子なんですが、てかこれ普通にめちゃめちゃこれ可愛いんですよね、このエアリス。肝心な APEX で登場したエアリスがこちら。いや、もう完全に整理刷新しとるやないかい。いや、ちょっと確かにこれはね、ちょっとね、ひどすぎる気がするんですけどね。ドーンな、はい、こちら、コールオブデューティーヴァンガード、通称産業廃棄物に登場した、風俗周波地ガヨの中年リヴァイ兵長です。こんにちは。お前らエイペックス民さ、もうそんなんでごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。こっちはね、あのリヴァイ兵長が登場するって言って、いざ出てきたらお前、これだぞ、これこれこれ、お前死ねこいつ。あの COD がサービス終了直前になってる件。皆さんはコールオブデューティーというアップデが増えていくことに人口が減っていく奇跡の反比例を起こした新感覚オンラインフェスを覚えていますでしょうか。新作のMW3は現代戦なはずなのに、なんか意味わかんない珍獣みたいなのが出てきたり、自分のキャラクターからレーザーが出てきたりと、すでに設定が崩壊してると有名ですが、そんな COD が今とんでもない緊急事態になってるみたいなんです。やった。というのも COD の表であるアクティビジョンはついこの前にマイクロソフトの暇つぶし感覚で買収されてしまいました。それによってマイクロソフトによって謎の嫌がらせでCOD 運営が軒並み大量解雇されているんです。はい、今日から僕と同じ無職になった COD 運営さん、どんな気持ち。 COD のリークアカウントによると約2000人が解雇されたらしく、それによって本日解雇の影響を受けましたというリアルタイム解雇生が現れてしまうという珍事件も発生しました。ということで、1万円払って運営が勝手に崩壊する新感覚オンラインスペース MW3 にぜひとも皆さん入園してみてください。アナル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 ア
COD の訴訟された事件がひどすぎる。 COD は1年に1度の大型イベントとして訴訟されるで有名ですが、今回は COD の訴訟イベントを一気にかき集めてみました。その1、給料未払いで訴訟。今や大人気コンテンツである給料未払いですが、 COD は時代の先取りとして2011年から給料未払いで炎上を引き起こしていました。その内容は COD の開発スタッフたちに給料を当たり前のように払わないでいたところ、そのスタッフたちがブチ切れて退社&訴訟。退社をしたスタッフたちは今の APEX 開発を担うリスポンエンターテインメントを設立し、今では大成功を収めていますが、肝心のアクティビジョンは謝罪するかと思いきや、新しいスタジオを設立したことにブチ切れて訴訟するという類を見ない逆ギレを引き起こしました。その2、社員からのストライキ。これは訴訟とはまた別ですが、 COD の開発を担うスタッフ12人たちに金がないのかいきなりクビ宣言を宣告し、いきなり無職化する変わり果てた姿の12人がブチ切れてストライキを起こす意味のわからない事件が発生しました。その3、大人気プロからの訴訟。これは今一番新しい訴訟イベントで、自分たちが開催した公式大会で参加してくるチームに2750万ドルを請求するという架空請求業者もびっくりの悪徳商売を行い、今回も見事に訴訟されました。なんなんこのゲームは。世界一民度の悪い FPS がヤバすぎる。皆さんは FPS で下打ちをしたことがありますでしょうか？僕はあります。下打ちまでが1キルをモットーにプレイしている僕ですが、 FPS 界ではたびたび下打ちが X なので話題になりますよね。例えば最近少し目立っていたこちらのツイート、下打ち煽りエモートやめませんか。勝敗がついた後に過度に攻撃するのはゲームでも現実でも恥ずべき行為ですよ。いや、うるせえ敗北者。打ち合いの負けた敗北者が文句言うのは亡霊の独り言に過ぎないので、早く成仏してください。まあ、ただとはいえ、下打ちをすることによってさらされてしまう人だったり、プロゲーマーの人が下打ちをしてチームを脱退するという事件はよくありますよね。本当は自分も下打ちしたいけどさらされたりするのは嫌だから、ワンマガまでにしておこうなどと後ろめたい気持ちを抱えているそこのあなた、ぜひ我が社のコールオブデューティーに来てください。 COD なら下打ちはもちろん、ネオゲンに不潔発言にトラックに未成年インコ DV 全部 OK です。公式大会で下打ちをして会場が盛り上がるこの新感覚オンラインフェスにぜひお越しください。各 FPS への偏見を語ります。 APEX Legends、 これ出会い系ですね。 もはや Tinder のミニゲーム枠なんじゃないかっていう気がするんですが、あ待って、あ間違えました、あ間違えました、ごめんなさい。 Tinder のミニゲーム枠、それ荒野行動だ、ごめんなさい、荒野行動の話しました、ごめんなさい。 APEX は、まあ、タップルのミニゲーム枠っていう感じですかね。プレデターに行けば女の子が自動的に股を開いてくれるという売春システムを採用しているので、まあ、個人的には羨ましすぎて嫌いですね。 あと我が社コールオブデューティーから脱北して APEX にやってる売国度しかいません。バロラント、まあ、これは比較的落ち着いてる人が多いというか、やっぱゲーム性的に協調性のある人しか勝てないので、ちゃんとこうほうれん草できる人が多いっていう、あの奇跡みたいな FPS ですね。だからこそこうヤバいやつがいた時のこう目立ち方が半端ないっていう。コールオブデューティーモダンフィア3、これキモいですね。人生が始まった無敵の人だったり、人の形に限りなく似た猿しかいないです。1万円で動物園に入園できて多種多様な猿と出会えるので、野生版出会い系サイトとして重宝しています。 COD がとんでもない悪徳商売をして大炎上した件。皆さんはバーチャル空間で入園できる最先端動物園として有名なコールオブデューティーという FPS を覚えていますでしょうか。今回は時代に置いてかれた COD がヤバすぎる悪徳商売で炎上した件についてさらしていきます。とはいつもこのゲームは約1万円で販売されているため、いやこの時点ですでに悪徳商売やないかいという、あのひろゆきもズーム途中抜けするレベルの正論はぜひお控えください。今回起きた事件の詳細を話すと、 MW3 は人口を1人でも取り戻すために、あの有名なゴジラとのコラボイベントを開催しました。そこで新武器として登場したこちらの武器、切断された手首ですね、これをゲットしようとすると、なんと有料のゴジラバンドルを4つ全て購入しないとゲットできないという、架空請求業者もひっくり返るレベルのとんでもない商法を押し付けてきたんです。しかもまんまと商売に仕掛けたアホな視聴者の情報曰く、殴った時の音がでかすぎて周りの敵に一瞬でバレるというエフラン専用武器だったんです。ということで皆さんも1万円でコールオブデューティーを購入して、さらに COD 本体のも高いゴジラのエフラン武器をぜひ買ってみてください。各 FPS への個人的な偏見を語ります。 COD モバイル、これは出会い系ですね。 COD モバイルは本家 COD のいいところ取りをして無料でプレイができるという本家 COD 民を殺すために生まれた FPS なんですけど、個人的な話をすると、 Twitter でハッシュタグ COD 女子と検索をして、可愛い女の子が出てきた時に、これはオフパコするしかない、待ってろよこれこれと意気込んでプロフィールを見に行ったら、ハッシュタグ COD 女子と書いてるくせに実は COD モバイル女子だったというあの瞬間が人生で一番腹立つので、一刻も早くサービス終了することを願っています。 APEX モバイル、これも出会い系ですね。まあ、APEX モバイルはあれ、サービス終了して、コールオブデューティーウォーゾーモバイル、これオワコンですね。まあ、オワコンすぎてリリースされて数週間で僕含めいろんな実況者にネガキャンをされたという、悲しい運命をたどった FPS ですね。コールオブデューティーモダンオフィア3、これ動物園ですね。猿しかいないので言語の壁を越えて猿同士でしか理解ができない、猿を介してコミュニケーションを取るチンパンジー専用出会い系サイトで、これはもう今すぐ買うしかない。 COD MW3 を絶対買った方がいい理由参戦。その1、ルールがない。最近の FPS では下打ちやバッドマナーなどで炎上しがちですが、このコールオブデューティーには、ま
マナーを含めルールがありません。なので下打ちしようが屈伸しようが人間の方が誰にも怒られません。そのにリアルな現代戦を味わえる。最新作のエメダル3はリアルな現代戦が時代背景として描かれています。まあ、確かにリアルで実際の戦争にいそうなスキンがたくさん勢揃いしていますね。まあ、特にこれはリアルだなという風に感心したのはこちらの整理左衆スキンおばさん。これは実際の戦争にもいそうだし、なんせかっこいいですよね。これには元軍人さんも思わず失神ショックし不可避で。その他バーチャル動物園が味わえる。 COD は FPS としても有名ですが、同時に動物園としても有名です。国籍問わず言語の壁を越えてそれを介してコミュニケーションを取るため、英語ができないそこのあなたでも大丈夫です。僕も偏差値バトルフィードですが、外国人とのコミュニケーションで困ったことは一度もありません。お互いの言語をぶつけることもできるので、ね、異文化交流も楽しめちゃう。そんな新感覚 FPS をぜひ買ってみてください。歴代 COD で一番オワコンな作品がヤバすぎる。皆さんは COD シリーズで一番オワコンな作品と聞かれれば何の作品をあげますか？ COD IW ですか？それとも COD バンガードですか？てかあれ、なんか最近の COD って全部オワコンじゃね？と気づいてしまったそこのあなた勘の言いかけは嫌いだよ。まあ、答えを言ってしまうと COD で一番おまこな作品は COD ウォーゾンモバイルですね。これは一時期派遣を取りかけたけど見事に滑り落ちたで有名なウォーゾンというバトロワをそのままスマホに移行した作品なんですよね。リリース時点では有名実況者たちがウェブ CM に出てきたり、実際の渋谷にドデカ店舗を作り上げるほどの大注目作品だったんですが、リリースされて1週間ほどでバグなどが多すぎて引退者が続出し一気におまこんか。しかも最新のスマホ iPad でもまともに遊べず、現段階では存在しない端末を持ってタイムスリップしてきた未来人しかおそらくまともに遊べないゴミ環境で COD ウォーゾンモバイルは絶滅しました。ただここで超有名実況者たちが集うウォーゾンモバイルのイベントが開催されることが決定し、奇跡の逆転を引き起こせるかというタイミングで、ウォーゾンモバイルがなぜか唐突に、有料化するという自爆っぷり。まあ、最終的にはこれバグだったみたいなんですけど、このゲーム呪われてるんですか？ COD で暴言 VC が禁止された結果がヤバすぎる。皆さんは COD という1万円を払って外国人 VC たちに罵倒される神 FPS をご存知でしょうか？今回は COD が暴言 VC 禁止ツールを導入した結果、現状の COD がどうなったのかを皆さんに紹介しようと思います。まず暴言 VC 禁止ツールとは、これは MW3 が発売された時期に導入されたもので、その場のリアルタイムで暴言やハラスメント差別用語などを検知して処罰を下すという暴言中への死刑宣告が下されました。しかもこのツールは暴言の中でもフレンド同士の会話による冗談か否かまでは判断できるという COD 運営にしてはかなり優秀な AI を作り出し、ついにあの COD も民度が良くなるのかと皆さん期待しておりましたが、逆に暴言 VC が増えました。3試合に1回くらいは暴言 VC と出会うし、広島長崎レンコニキや唐突にエロいプ知らすもの、リビングで COD をやってるキッズ下ネタを連呼するんだろ。 COD はまさにバーチャル動物。 VC で暴言を吐いても誰にも怒らない神 FPS COD MW3 にぜひ皆さんお越しください。うわ待って、これむずいぞ。その作品の時代背景は現代戦ですか？あ違うか。なんだろう。その作品は未来戦ですか？あんんんなんか微妙な反応だ。その作品は未来戦と第二次世界大戦のハイブリッド作品ですか？あー正解か。それって COD 運営がこれは失敗作であると認めた作品ですか？あー正解。なるほど。その作品は第二次世界大戦の設定なのにレーザー銃と現代戦に登場する銃が出てきますか？あー何だろう。その作品はシーズン中に運営が解雇されまくってしばらくアップデートが来なくなりましたか？なんだ。その作品は風速周八がゆの中年のおっさんをディヴァイ兵長と称してゲーム内に登場させましたか？分かった。コールオブデューティーバンガード、いらっしゃいよ太陽明日。ついにあの COD が無料化へ。皆さんは APEX やバロナント、そして今流行りの X ディファイアントを含め、今当たり前のように無料で FPS ができるこの時代に、当たり前かのように毎年1万円を払わせる新感覚 FPS COD を覚えていますでしょうか？今回はそんな COD がついに無料でできるかもという情報が出たので、それを皆さんに紹介したいと思います。まず今年発売されるCOD の次回作はあのピネガキで有名な BO2 と同じシリーズ、コールオブデューティーブラックオプス6が出るという情報が当然のように流出しています。まあいつも通りなら今年も我々 COD 民から1万円を騙し取り、そこからバトルパスやスキンやらでさらに搾取されていくはずだったんですが、なんと次回作からは XBOX ゲームパスに登場するという話があるんです。これはサブスクで月額800円ほど払えば誰でも遊べるという弱者に優しい神制度で、毎年1万払ってる僕からしたらこのシーンでほぼ無料みたいなもんですね。しかもこのゲームパスは最初の2週間だったら無料で遊べるというお試し期間があるんで、これ本当に無料なんですよ。しかしここで偏差値バトルフィードの私は一つ気づいたことがあるんです。たくさんアカウントを作って全部お試し期間であれば本当に COD が0円で遊べちゃうんですよ。これは神ゲーやるしかない。